ハイライトで振り返っていきます。今日は4年ぶりの山形でのゲーム、イーグルスの先発マウンド、ルーキーの庄司、これがプロ入り4度目の今日がマウンドになります。プロ8勝利をかけての今日のホークス戦です。立ち上がりは、まあ、エラーでランナー出しましたけれども、柳田を最後はセンターフライ、ピンチを出します。2回です。この回はワンアウトランナー3塁2塁、ヒットとフォアボールでバントで送られてピンチを迎えます。今日スタメンの川瀬、これ初球でした。ライトへのヒットでホークスが2回の表で1点を先制します。そしてこの後ラストバッター甲斐にもタイムリーがあります。ここはホークス2本のタイムリー、庄司から2点を先に取りました。ホークス先発は和田です。リングス2回の裏、先頭のフランコが飛んでます。そして今日もスタメン、打順が今日6番に上がった小郷、粘ってインコースの球を捉えました。タイムリースリーベースヒット、小郷は3塁に行きました。2対1点差をします。さあそして同点のランナーを3塁に置いて太田、スクイズでしたけども、スクイズ失敗、同点ならず。ゲームはホークスリード。5回に入ります。序盤3回までは球数が多かった庄司でしたけれども、4回からテンポいいピッチングが戻ってきました。4回3人で終えて、そしてご覧いただいているこの5回も3人で終えています。そして6回です。ワンアウトから当たっている柳町三振、そして今日スタメンの野村大輝からも三振を取りました。この回2者連続三振、最後に続けて3人で終えた庄司のピッチングでした。そして4年ぶりの今日は山形でのゲーム、満員御礼が出て、さあ反撃したいイーグルスですけども、まあ、なかなか中盤以降の方和田を攻略できず、6回も伊藤幸也、そして浅村と、なかなか快音が聞かれません。7回です。ホークスワンアウトランナー3塁、チャンスを作って1番の中村晃、この辺りで3塁ランナースタートを切ります。鈴木大地バックホームしますが、タッチはセーフ。ベルダラススーツでこれホークスが追加点、3対1とします。この後庄司はマウンドを受け、そして2番手鈴木から、ツーアウトランナー一塁のところで近藤から三振を取りました。ゲームは8回です。来日初登板、バニュエロスがマウンドに上がっています。そのバニュエロス、ワンアウトランナー三塁二塁、ここで今日スタメン野村大輝がレフトへタイムリー、4対1、追加するとこの後川瀬がセーフティースクイズ、これで5対1になります。この後満塁になって今日2番の今宮です。今宮はセンターへ、2点タイムリーになって、まあ、ここでバニュエロスはマウンドを降ります。来日今日が初登板、この苦いデビューとなりました。さてその後西口がマウンドに上がって、ツーアウト満塁で周東です。この当たりがレフト線いっぱいに入ります。さらに2点追加、周東のタイムリーツーベース、9対1、この回6点を取りました。そして9回の表にも1点を追加したホークス、最終回は甲斐がマウンドに上がって、最後のバッター浅村がセカンドライナーでゲームセット。4年ぶりの山形での開催はホークスが勝利を収めています。放送席、放送席、スタンド、そして全国のホークスファンの皆さん、お待たせいたしました。今日のヒーローは今シーズン3勝目、和田剛選手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。一
つでも順位を上げたい中で迎えた今日のマウンド、どんな思いで挑んだんでしょうか。ですね、昨日ね、大関がすごいいいピッチングをしてね、負けてはしまったんですけど、闘志あふれるね、投球を自分も、このマウンドで、できたらなと思って、はい、投げました。そんな中で6回81球粘りのピッチングでした。ご自身のピッチング振り返っていかがですか。そうですね、本当初回2回はね、自分でもまだまだ、うまく投げられてはいなかったんですけども、まあ、3回ぐらいからですね、自分の投球というのがだん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 できるようになってきて、はい、良かったと思います。そして今日は今季最長の6回を投げ切りました。このイニングについてはどう感じながら投げていたんでしょうか。いや、もうね、できるならば6イニング以上ね、7と投げられるようにね、今日本当に6イニング投げさせてもらえたので、またこういう時にね、次は、7回も投げさせてもらえるようなような投球ができるように、はい、もっとも少しずつね、信頼を勝ち取れるように頑張りたいと思います。そして和田選手、これで NPB 通算2000投球回まであと2イニングとしました。これについてはいかがですか。そうですね、まあ、本当に 長く、野球をやらせてもらっているので、あと2イニング、はい、次で必ず、はい、ノックアウトされないように投げたいと思います。さらに和田選手のお母様が山形ご出身ということで、このゆかりのある地での勝利いかがでしょうか。そうですね、本当に小さい時から山形という地は僕にとってはもうね、母親のふるさとでもあるので、この山形で投げると決まった時にはね、すごく、嬉しかったですし、よくね、子供の小学生ぐらいの時はね、山形の、まあ、自分の母親は鶴岡の方の出身なんですけども、鶴岡の方でよく親戚の人たちと遊んでた記憶がすごく覚えているので、本当にこの地で勝ちを得られてよかったと思います。さあ、大きな拍手が送られています。最後にこの山形、そして全国のホークスファンにメッセージをお願いします。はい、山形はね、長谷川コーチの出身地でもありますし、本当にホークスのたくさんのね、ホークスファンの方がこれだけいてくれてすごく嬉しかったです。山形での試合はね、今日で終わってしまいますが、今後もホークスの試合は、続いていきますので、これからも応援してください。本当に今日はありがとうございました。おめでとうございます。今日のヒーローは和田剛選手でした。写真撮影いきます。最後は和田投手から山形のホークスファンに、はい、ね、素晴らしいメッセージがありました。いや、本当ですよね。まあ、昨日の大関のピッチングもね、はい、やっぱり引き合いに出す、まあ、こうなんて言うんでしょうね、後輩思いの和田選手のね、ところを見せましたし、ファンの方の気持ちも、代弁しているっていうところではね、素晴らしいですよね。はい、はい、今日は6回81球被安打3、1点での今シーズンの3勝目です。はい、インタビューでありましたけれども、これ NPB 通算2000投球回、はい、2000イニングまであと残り2イニング、はい、もういよいよ間近になってきました。いや、もう本人はね、まあ、KO されないようにという話、まあ、されてましたけども、まあ、達成は時間の問題ですし、はい、やっぱこうね、この年になっても、まあ、そういった気持ちで投げてるっていうのは、やっぱり体を大事にしているところと、やっぱ鍛えた、まあ、そういうものを見せられて非常に良かったピッチングじゃないでしょうかね。そうですね、はい、ファンの方もメッセージボード持ってましたけど、本当に頼れる左腕、はい、はい、健在健在でしたね。素晴らしいピッチングでした。今シーズン3勝目を挙げました和田投手の、ヒーローインタビューをご覧いただきました。さて、この後放送ですけども21時